で、はい、スムーズだね。下山さんはね、はい、俺前から思ったんだけど、入れまくってんだよ。やる気なんだよ。ああ、すごいよ。あのやる気の入れは。昔のアイビーみたいなさ、そう、やんちゃなさ、感じがあるわけよ。全然ほら、抜かれてるじゃん。なんかどうしちゃったの？あの腕まくりは飾りかい？ああ。あしこれはね、兄弟子だからね、あの人ね。兄弟子。葛西さん兄弟子。あ、コースアウトしちゃった。なんだよ。葛西さんはね、結構ね、やるんだよ。ある人マジやりたいぜ。インバーでもね、俺が躊躇するジャンプとかね、割と行くんだよ。ほんとあの人やるよ。なんかね、コーナーで派手に転んで、下山さんがハマっちゃった。島根子がすごい全員抜いてた。おあ、まだね、一歩目だからね。え、関係ない。え、さっき一歩目だから。まだね、割と特別な人間よ。あんま気にしないタイプ。あんま気にしないタイプ。そう。違うんだよ。マジやるね。そうだね。攻めなきゃ勝てねえからね。もう。あ、安藤さんが、いつもの安藤さんが。生き残って、ああ、カズさんノリノリじゃねえか。お、なんかやる気が出てきた。やる気できた。今までの流したね。お、さすが。お、それはすごい。さすがやる男。抜けに。
あ、後ろから安藤さんが迫ってきてる。笠井さんもあの1本目とは思えないキレのあるフォームで、ああ転んだ、ああ転んだ、あれなんか怒ってんじゃない、ルイさんモグラみたいに工事現場のあの穴が、あの穴で掘ってるよみたいになってきたよ、掘れちゃってんじゃない、すごい怒すと大変そうだよね、あらーすげーわ、あれは起きないわ、あの撮影ポイントに、あと3秒ぐらいの撮影、あ、ほんとだ、あ、そうですね、そうね、さあ、篠山さん今度はガチでマジやるか、来た、いいです、素晴らしい、あ、ここのコーナー本当難しいんだね、みんなバタバタしてるもんね、本当だ、バンバン転ぶね、あ、そうだね、あ、すげえ今日、あ、すごいね、かっこいい、あ、お、そうだな、その通りだ、こんな路面でも攻めないと勝てねえよ、ああ、そうだな、あ、やめちゃったよ、やっぱ前に座ってるからいい、そうよ、ギアが淡いでもいけんの、そうよ、あ、止まった、あれ延長したんだ、これ厳しいですね、前で転んでる人がいたから近いな、あ、笠井さん見に行っちゃった、あなた白毛なんで見に行ってんの、メーカー関係ねえからさ、ああ白毛でいいんだろ、お、安藤さんが、お、あーあー厳しい、そんな簡単に前は渡さねえぞと、安藤さんコーナー早いな、大橋さんの意地がね、そうじゃないんだよ、あ、ここは抜けないね、すごい、やりますね、あー、もう笠井さんもほら参考なの技ってやっぱ苦労してるよ、ほら苦労してる、あ、あー、あー、大橋さんがその隙に。あ、やっ
ぱりね、こういうね、大橋さんのようなね、生き残る男がね、勝つんですよ。手だれですよ。早くやりってもんじゃねえよって今言ってるよ。大橋さんから見たら、あんたさん、元手だからね。元手、元手。いや、素晴らしい。走り切る男だ。あ、すごいな。ちゃんと本当は走ってるかな。俺はこんな走れないぞ。無理だよ、死ぬよ。こんな私走るわけねえだろ。バカじゃねえよ。お母さんまだ行くな。この人体力どうなってんの。そうだね。まだまだ行った。すごいね。厳しいな、このコンディションは。大橋さんもでもなんかやる気ないモードだから。本当？本当だ。私がちょっと難しいの。エッチは打っちゃうよ、こんなもん。スイスイ走るわけないでしょ、こんな危ねえの。わかんないでしょ。全然わかんないでしょ。無理だよ、こんなの。無理だと思ったらだよ。無理だと思ったら負けかい。ああ、負けかい。こうやって見るとね、色は結構走りやすそうな色なんだけどね。そうね。前日は全然違うよね。なんか変更みたいな。ああ、目はもう輪立ちが重いの。わかるよ。ちょうどいい深さなんてこのようにあんの。何言ってるかもう分かんねえんだけど。おお、いったいったいった。安藤さんもやばいな。フラフラだよ。フラフラだね。あ、でも、あ、おお、すげえ。さすが。いや、すげえ深いよ、あそこ。何がちょうどいい。何言ってるか分かんねえ。何ってんの。あれぐらいの深さが欲しいもんよ。いらないよ。ああ、あとだけ来た。厳しいわ、ほんと。あそこも難しいのか。どこが簡単なの。僕は簡単。ああ、難しいことが一番簡単で。ああ、じゃあ俺今日勝ちだな。勝ちだ。そうだね。